皆様こんばんは、多分この動画投稿の時は日付はもう変わっているかと思いますが、皆様に、今回私の、チャンネルにおいてちょっとお知らせをさせていただきます。はい、お知らせっていうのは、本年の、10月から、翌年9月までの、約1年間ですけども、私の、YouTube チャンネル、まあメインのチャンネルなんですけども、これを、3ヶ月ごとで、投稿時間と、投稿の、まあ、曜日とかをちょっといろいろと、実証実験をしてみたいという形で今回はお知らせさせていただきました。はい、まず大前提としては、これまで同様なんですけども、動画の、投稿が準備でき次第という形となりますので、もう毎日、投稿とかはするわけではございません。あくまでも大前提は、動画の方が準備でき次第となります。で、まずですね、来月の、10月から12月まで、まず本年に関してなんですけども、まず投稿しない、曜日をお伝えしますと、月曜日に関しては、祝日も含めまして、今後、動画の投稿は、お休みとさせていただきます。はい、そしてですね、土日、および、祝日に関しては、動画、ショートも含めまして、動画に関しては、まあ、準備できたり投稿となりますけれども、1日、2回上げる予定でいます。そのうち1回は、朝の、まあ、7時から8時の間で、もう1本に関しては、まあ、18時から一応19時の間で、投稿する予定でおります。すいません、日曜日だけに関しては、2本投稿は変わらないんですけども、朝は基本的に、さっき言ったように7時から、8時の間に関しては、変わらないんですけども、夜の方に関しては、夜というよりは、夕方になりまして、16時半から、17時半ぐらいを目安として投稿させていただきます。これはあくまでも、日曜日のみとなりますので、ご了承ください。そして、祝日ではない、火曜から、金曜に関してなんですけども、こちらに関しては、動画は、1本のみとさせていただきます。まあ、ショーとか通常に関してはもうランダムとなりますので、こちらはご了承ください。で、その場合に関しては、まあ、よほどのことがない限り、夜の21時ぐらいを、目安として投稿させていただきます。内容によってはちょっと変更する場合はございますが、現状は21時を目安と考えております。また、年末年始、私の誕生日である4月の、何日、そして、まあ、国陸新幹線がいよいよ敦賀まで、来年、延伸となりますが、そのような特例のある場合に関しては、投稿時間、投稿、まあ、曜日に関してはまた別途でご案内をさせていただきます。なお YouTube、ライブに関してなんですけども、月1、やるという方向で一応考えていたんですけども、あまりにもちょっと評判が、良くなかった関係もありまして、今後は、ちょっと完全不定期という形で、突発的にやる予定でいます。まあ、できる限りはちょっとコミュニティとかで、何時からやるというのはお伝えする予定にはするんですけども、ちょっと今後に関しては、まあ、年末年始とかですね、その場合だけちょっとやろうかなと思っております。で、そしてですね、先ほどお伝えした通り、3ヶ月ごとで一応投稿時間投稿曜日っていうのを変えさせていただくんですけども、1月から3月に関しましては、11月の下旬から12月の上旬
まあ、遅くても中旬ぐらいに、再度改めて、皆様にお伝えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では、この動画は以上となりますので、ご視聴ありがとうございました。